取らせやがって。 あんた誰や？桐生という者だが。はっ、ちょこちょこ担当かいやがって、ほんまに。そんなようなことしたかてな、払えんもんは払えんよ。え？あんた、みかじめ取りなんちゃうん。狭山薫っておんな、知ってるな。薫が？どないしたん？怪我をしてる。どこにおるんや？車に待たせてある。はよ連れてこんかいな。 しばらく寝てろ。 Mm-hmm.
Yep. Yeah. Boy.
시간 끝쯤었다.
Fight three, ready, go!
Fight two, ready, go!
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
おい。どうか頼ます。しちゃいます。頼ます。
何見てんだ。おい。病院にいたのか。手慣れたもんだったな。かなり昔のことや。やっぱりか。佐山とはかなり親しいようだな。親しい？当たり前や。うちはこの子の親や。え？まあ血はつながってへんけどな。一応これでも母親や。義理の母親ってことか。そういうよりも育ての親っちゅう方が近いな。この子孤児やねん。孤児？生まれてすぐ両親が死んでもうてな。せやからうちが育てたんや。そうか、道理でな。どないしたん？いや、実は撃たれた時、あいつは青いって店に行けと言ったんだ。それが何なん？普通人間はああいう状況下で店の名前を言わない。母親や父親のことを先に言うんだ。へえ、そういうもんな。なんでわかるん？俺も孤児だったからな。そうか。まあカオルにとったらうちはほんまのおかんちゃうしな。すまん、気に触ったから。ああ、いい、気にせんといて。うちは全くそういうの気にせへんから。そうか。そんなことよりあんた、カオルと同業？それとも探偵さんかなんか？いや、そんな立派なもんじゃねえ。え？なんなん？まあ警察の敵って言ったところだ。え？ママ、おしゃべりしすぎやで。痛むか。あんたに心配される筋合いじゃないわ。あんたちょっと、ここまで運んでくれはったんやで。礼ぐらい言うたらどないやの。ヤクザ風情に礼言うほど私も落ちちゃないわ。あんたほんまにな。まあいい、それだけ口が利けりゃもう大丈夫だ。
かし郷田龍二がこれほど手回しがいいとは思わなかった。これは郷田龍二の仕業じゃないわ。え？合流会は力で相手をとことん追い詰めてとどめを刺す。それが奴らのやり方よ。こんなプロの殺し屋を雇うような手の込んだ真似はしないわ。プロの殺し屋？あの距離からライフルを扱える者はそうはいないわ。それにこの弾丸どうかしたのか？通常のライフルで使用する弾丸よりも口径が小さい。殺すつもりじゃなかったのかもしれないわ。つまり相手は俺を脅そうと。さあ、わからないわ。それは直接犯人から聞くしかないわね。どこ行くの？雇い主を探す。このままじゃ俺は誰と戦えばいいかわからないからな。それならこれ持って小副長の雀荘へ行きなさい。情報屋か。三人宅で撃っているちゃんちゃん子を着た男、あなたがレートはと聞くと、向こうがいつもどのくらいで撃ってると聞き返す。そこであなたはあんたに任せると答える。あんたに任せるか。そう。そしたら相手はデタラメな礼と言うわ。とにかくそれを受けて。分かった。ちょっと待って。一言言っておくけど、あなたは府警の監視下にあるのよ。逃げるような真似しないでね。私の電話一本で即座に逮捕できるんだから。分かったわね？ああ。